私追われてるんです。隠れるのにいい場所ありませんか？びっくりしました。先輩急に手を引っ張るから。いえ私こそ突然変なこと言っちゃって、ありがとうございます。おかげでなんとか。あ、先輩静かにしてください。廊下の方が騒がしいです。私のこと探してるのかも。こんなことになっちゃうなんて思いませんでした。実は私のクラス文化祭でマカロン売ってるんです。マカロンっていろんな色がありますよね。それで青のマカロンには私の名前がついてるんです。髪の毛が青なので。はい、アサリって名前で売られてて、ちょっと恥ずかしいです。それでマカロンに名前がついた生徒には役目があって、プラカードを持って校内を回るんです、お客様を呼び込むために。だから私も頑張ってクラスに貢献しなくちゃって思って。でもアサリ味のマカロンがどんななのかみんなに聞かれるんですよ。私の名前が紛らわしいばっかりに皆さんに変な期待が。そして食べてみた時のちょっと期待と違うっていう表情が、それに耐えきれなくてもう続ける自信がありません。まさかこんなことで恥ずかしくなってしまうなんて、クラスの人にも合わせる顔がないです。え？あ、はい、持ってます。マカロン試食用にいくつかもらっているので。あ、食べますか？どうぞ。アサリ味じゃないですよ。普通の味ですからね。どうですか？あ、そうだ、あれやんなきゃ。あのですね、買ってくれた人にしなきゃいけないことがありまして、とっても恥ずかしいんですけど、でもやらなきゃいけないので、行きますよ。私味のマカ